99式戦車は中国が開発した第三世代主力戦車で、後日の発展型である 99A 式戦車と合わせて1000両以上生産されている。98式戦車。98式戦車の名称を98式が1999年の建国50周年軍事パレードに参加したことを記念して99式戦車に改称したもの。十八式は、 軍事パレードの時点では完全な実用段階に達しておらず、射撃管制装置や、標準装置に不具合があったとされる。実質的には98式は99式のもととなった戦車である。欧州の技術が多く取り込まれ、独自開発のレーザー誘導兵器及びレーザー、検知式アクティブ防護システムも導入するなど、従来の中国人民解放軍の戦車とは異なる。 ユニークなものとなった。そのため、一両あたりの価格も高価となり、現状では、廉価モデルである96式戦車とのハイローミックスの形で配備が進んでいる。本社の特徴であるアクティブ防護システムは98式戦車のものを引き継いでいる。2001年にノリンコが開発を公表したもので、本社の生産は内モンゴル自治区の617。 工場で2000年から開始され、2001年中に約40両が配備された。99式戦車は実質的に98式戦車の改良型であるが、砲塔にはレオパルトに A6 のようなくさび型の増加装甲が取り付けられており、この増加装甲は爆発反応装甲と複合装甲を組み合わせた装甲の一種とされる。砲塔正面及び操縦席部、 ZTZ-99 砲塔側面にも爆発反応装甲が装着されヒートダミへの防御能力を向上させている。車体や砲塔各部に装着された爆発反応装甲は参政省の中北大学で開発された FI-4、FI-5 爆発反応装甲の略だと思われるとみられている。FI-4、FI-5 は 中国第二世代の爆発反応装甲で、体制計測薬弾換算で 400mm 以上の防御力を有し、ヒート弾だけでなく運動エネルギー弾に対する防御能力も兼ね備えているとしている。増加装甲と合わせて、全部装甲の防御力は、大ヒートで1000から 1200mm の均質後半に相当し、爆発反応装甲の搭載だけで重量が約 700kg。 増加したとする。99式には増加装甲の装着方式が異なるいくつかのタイプが存在する。最近確認されたタイプでは、砲塔の増加装甲の装着形状が変更され、上から見ると砲塔前方に絞り込まれるようになっており、設計装甲の傾斜角も強められている。砲塔側面のカゴ上ラックは砲塔後部まで延長され、 ラック側面に装着された爆発反応装甲の数も増加している。車体前面の爆発反応装甲の形状も若干異なる。このタイプの増加装甲の取り付け方は96式戦車の装甲強化型である 96G 式戦車の装着方法と類似しており、共通の増加装甲を採用したことが推測される。 t-72 をベースに開発が行われたこともあり、主砲口径は同じく50口径 125mm 格好砲である。その命中精度については98式戦車や90、通式戦車の甲などを参照されたいが、実際に行われた射撃試験では 2000m 離れた軌道目標に対して46発の発射試験を行い、 自弾命中率100%の精度であった。また、ソ連製の主砲発射型対戦車ミサイルである QM119、レフレックス対戦車ミサイルも使用可能となっている。98式戦車に比べ、99A 式戦車の搭載するエンジンは、改良型の 150HB-2 ディーゼルエンジンに換装され、最高速度も時速 80km に向上している。 本社の最大の特徴は JD-3 と呼ばれる中国軍独自のアクティブ防護システムであるアクティブレーザー防御システムを砲塔上面左側方用、ハ発チ後方に搭載していることである。これはロシアの首都裏のような対積外線防御装置では対応できる脅威が赤外線利用の兵器だけに限られてしまうために開発されたもので、 敵車両や対戦車ミサイル発射機や対戦車ヘリコプターなどからの即挙、照準レーザーを検知して警告を発し、敵のレーザー即挙に、照準機などに対して格乱レーザーを発することで攻撃を防ぐシステムである。JD-3 は格乱だけでなく無線封鎖下での両者との通信、敵兵器の照準装置の破壊、敵搭乗員を失明させることも可能という情報も、 あるが、確定情報ではなく、詳細は不明である。JD-3 の構成は、中央部の警戒レーダー部分と左側の、レーザー発信機兼レーザー測挙儀、兼レーザー送受信機と右側の3連装の発射機からなる。中央部のレーダーは、左右に旋回し、その左右に取り付けられたレーザー発信機と発射機は、上下に浮行する。 中国人民抗日戦争、世界反ファシズム戦争勝利70周年、記念式典での ZTZ-99、A ピーターペース大将と99式戦車、笑い柄中国99式種、広志勝美成城戦、核壁的や、広志勝なを魅了。ABC99 式戦車堂々の更新。最新99式、A 型、戦車。 沖縄か台湾か、上陸作戦用装甲戦闘車両、竹内治む、軍事研究二千十五年十二月号、p 七十二から七十九株式会社ジャパンミリタリーレビュー、中国の軍用車両、時ジ時ジ com, <ht> .com、http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ d 四 p イコール CMV716& d イコール d 4ミリアンドレルイコール y アンド g イコール y n t 2012年6月10日閲覧参考コラボレーティブポイントペーパーオニアクティブプロテクションシステムズページ7パブリッシュドインオクトーバー2006バイノースアメリカンテクノロジー アンドインダストリアルベースオーガニテーションハットエビー98式戦車 TV 遅く90メートル VS タイプ 98G、振動ブログ中国 99A に広し勝稼働、戦所有3台、広し勝、つ j ーンズディフェンスニュース、チャイナトライアルズエンカンスドタイプ 99MBT、ジョナサン・ウェイング、2007年8月24日、99A 広し勝つ走行圧度、人狼飛行重事故、 射的先行中国振動ごと振動網。w i l l n e w s c n a c o m CN2020 年10月31日閲覧。次期主力戦車振動網私非中国 99A に広しつ、仮想、新型種、合計振動軍事振動網中国最新99広しつ在日、上昇面前、武居振動軍事台湾媒体賞解放99式種。 広志活力祭186ページ、ありがとうございます。